クロアチアの山猫ちゃんたち。海外21日目の早朝です。おはようございます。現在クロアチアのアドリア海の真珠のポドゥロブニクにいます。ここドゥブロブニクに2泊して今日の夕方ですね、あと5時間後くらいにドゥブロブニクからサラエボ、ボスニア・ヘルツァゴビナへ移動する日になっております。やっぱね、アドリア海の真珠って言われるだけあって、確かにね、綺麗な海と街並みが見渡せるんですよ。イワイワしてる。でも今日は曇りやね。昨日はめちゃめちゃテカテカに晴れてて暑かったけど、今日ちょっと曇ってて、ちょっと涼しくて、天気、景色もなんかパーフェクトって感じではない。完全に冒険タイプの男の子タイプ、そうちゃんは、こうやって岩場で今遭難じゃないけど、奥まで来すぎて。ほい、運動神経良くてよかったな。でもこれちょっと女の子とかだったら、私もういいとか言って、行かなさそう。恐竜とかいそうみたいなさ、イグアナとかいそうみたいな、そういうところをずっと歩いて、月面みたいだね。この岩のところでさ、要塞が形成されたんやなと思うと、余計に建てるのすごかっただろうなって旧市街思いますね。でも危ないね。危ないからあんま普通には来ない方がいいかもしれない。でもその辺で釣りしてる人もいたし、まあまあまあ、あの気をつけてねって感じ。こんな海沿いにバーリチルチルそうなベランダ付きのホテル建設してますわ。こうやってもともと岩岩しかったところに木で平面に作ってんだな。プールもあるしジムもついてるよ。ついついここの海辺の音が心地よくて、この風も気持ちくて、景色が良すぎて20分ぐらいぼーっとしてた。いい加減進まなきゃってぐらい気持ちいいってチルチルしてた。3分くらい歩いたらもっと気持ちいい場所あったわ。紅の豚って感じ。これだったりする。明らかにあそこで人ぶっ倒れてるし、ちょっとこっちの方行くと洞窟みたいな感じで潜ってみたいとこがありますね。え、こんなんもうゴーグル持ってきてさ、ちょっと足ひれなんてつけちゃったらもう泳ぎ放題やし、ぐんぐん見えちゃうよね。これよく見るとね、奥の方にこうやって遺跡みたいな感じでさ、古いのがあったりするんよね。嫌で可愛いよな。ここもちょっともう10分20分チルチルしてもいいな。お散歩のお供にね、2ユーロでスーパーで売ってた生ハム買いました。こういうのが美味しいんですよ、ヨーロッパって。ここすんごいサビサビの皆さんの愛の形がございます。ここずらーっとあるね。ビールも買えばよかった。ちょっとビール買い足しましょうかね。めちゃくちゃうめえ生ハム、塩っぽくてうん、まい。僕がさっきいたのがね、この辺、あとこの辺ですな。このホテル泊まれたらさぞ幸せでしょうね。これ120円でビール買ってきたんで、生ハムと合わせてね、いい景色見ながら乾杯ですよ。こんな勝手に乾杯して酒飲みながら旧市街を歩いています。いや、マジで可愛くて、まあ、迷路みたいっていうのは本当にその通りで、いっぱい角があるし一個一個狭いしね。どうせ俺たち土地勘ないんで分かんないんですよ。それが楽しいから永遠に迷子になるっていうのが楽しいね。僕、ま、趣味迷子っていうのはね、全然あるんよね。ほら、こうやって、お、なんかレストランが現れた。これがうますぎてね、全然満足しちゃって、結局この綺麗な街並みはさ、堪能できてるし、美味しいご飯をここで食べるっていうのもできちゃってるんで、レストランの価値が俺にとってだいぶ下がっちゃってるのに、値段は上がっちゃってるんだな。ほんと、もうどこある人も楽しいよ。僕これもう3日目だからね。初日の夜と昨日と今日やってる。ずっと楽しい。ドラクエの勇者みたいになってる。ここね、紅の真珠のモデルとか魔女の宅急便のモデルとか言われてるけど、魔女の宅急便の方はね、全然嘘みたいなのをね、見ちゃいまして、どっちにしろね、僕両方あんまり絵が浮かんでないんですけど、なんかね、なんとなくめちゃくちゃ動画映えするかっていうと、いや、肉眼の方が綺麗なんだよなっていうのが本音よね。実はさ、こういうところにね、猫ちゃんがいっぱいいるのがさ、岩のくぼみとかあるじゃないですか。
にね、こうやって人間がね住む場所を提供してたりするんですよ。だから子猫ちゃんたちも結構ね温和な感じやし、のんびり飯に困ってませんっていう顔でやっぱ生活してるよね。でちょっと時々こういう道があったりすると要塞から丸々外が見渡せるということです。地球丸、猫ちゃんものんびりしてる。実はさあ、猫ちゃんを探せ、教えてあげません、どこかにいるのかは。こういうところでまた生ハムとビールをクイクイっといくと幸せなんですよね。こうやってねひたすらお散歩して、あの動画にはなってない部分でもひたすらチルチルしております。一応ね旧市街の中には結構いかつい教会もあったりします。酔っ払ってるなんて内緒だよ。こんなもんさ、一人旅はなくて普通に彼女と来てたらもうここで食べるに決まってるよねっていうところがマジで多いんやけど、ピザ20ユーロとかさ、グリルしたイカそれが20ユーロくらいとか、それがちょっと安めのやつなんやけど、全然期待以上じゃなかった場合嫌だもんな。あのクソうめえ生ハムチビチビ食べてビール飲んでる方が幸せかもしんないもんな。昼間のねこういう映像、昨日動画長すぎちゃってストレージ入んなくてね消しちゃったんすよね。なんでこうやっていい感じの広場になってますよってことはお伝えしたいです。とてもいいところで僕はチルチルしているんですよ。15ユーロでねサラダ付きデザート付き、それでシーフードリゾットが食べれるっていうセットがね見つけてしまって、僕の心はとても揺らいでおります。ドブロブニク来たし、まあ、そういう15ユーロまでね下げていただけてるんだったらさすがに食べるかってなりました。このドブロブニクの迷路味というか男の心をうずく感じは伝わっているでしょうか。ほら、よいしょよいしょよいしょ。どこ行こうかな。魔女の宅急便のモデルがここではないっていうのは一応そうらしいんやけど、まあ、どっかの誰かがねそういう噂だか都市伝説だかを作ったのもわかる気がするよね。まあ、上から下撮るよりも下から上撮った方が映えしたりしますか。どっちがいいでしょうね。このカモメちゃんなんか怪我してるらしくてね、ここに2時間ぐらいずっと座ってたんだって。ちょっと俺が来たから今立っちゃったけど、アニマルドクターもね呼んで、まだ治らないんだったらちょっと治療しに行くらしいけど、大丈夫かな。あなた飛べるの。そういう動物用のサービスがあるのもクロアチアすごいですね。おお、そうやってちょっと休むのね。でもやっぱ右翼が明らかに負傷してて今羽ばたこうとして失敗した。ほんとだー、クソなカモメちゃんが右翼負傷してて血まみれだったけど、綺麗な景色は健在でございます。ちょっと15ユーロはちょっと安そうやから、さすがにあれ食べに行こうかなと思います。旧市街の中でそんな安く食べれるんやって思う人もおると思うんで、そこ行きましょう。わ、おしゃれな2階席もありますって言ったけど、まあ俺はテラス席にしようかな。猫ちゃんいいし。15ユーロでねサラダ付きでデザート付きでパスタ、シーフードパスタって、パスタの麺めちゃくちゃブチブチで、こういうもんなのかなっていう気持ち。うん、普通。イタリアで食べた時みたいな麺のもちもち感と太さはあるけど、味はまあ別に普通、レトルトでいいやって感じ。まあ、自分で作った方が美味しいかなっていうのはあるな。ちょっとおすすめではないかもしれない。でも安く普通にうまいご飯が食べれる。シーフードはめっちゃ少ない。旅行で来るとこではないね。サイゼリアとして来るべき場所だね。デザートついてきた。完全に比較的安い15ユーロに騙された。完全にやられた。途中から具めっちゃ少ねえなってのと、貝の貝殻みたいなジャリジャリが多すぎてね。あとまずかった、シンプルに。ショック、マジでショック。 Google のリビューもさ、星1とか2とか、確か 2.3 やったっけ。もう1の人が多すぎてさ、もうぼったくりですとかクソまずいですとか、そういうのばっかりさ。店員さんもなんかクソアグレッシブな人で、マジで、え、居心地悪、え、まず、え、最悪、え、時を戻してほしいって願いながら
食べた。アルバニアのご飯さ、1500円くらいでマジでうまかったしさ、モンテネグロのご飯も1500円くらいでマジでうまくてお腹いっぱいになったやん。ポペツィからさ、2500円くらいかけて普通にまずいご飯でお腹いっぱいになってないのめっちゃなえるんやけど、ドゥブロブニクちょっと嫌な思い出になっちゃった。まあなんか思んなかったわっていう気分でちょっとプンプンなんで、あのビール1ユーロぐらいのやつ買ってね、後で生ハムと乾杯しながら帰りっていうか出国のバスを待とうと思います。バスターミナルまで歩きながらね、次向かう街サラエボ、ボスニアのね、そこの歴史を聞いたりしています。有名なのが第一次世界大戦のきっかけになったってされてるね、サラエボ事件。それ以外にもボスニア危機とか、まあバルカン戦争とかね、内戦があったとこなので、で戦争に対してこう歴史を知っといた方が絶対面白いので、ね、少しでもインプットしながら、移動しています。行きます、ボスニア。またね、今度は美味しい飯食わしてくれよな、ドゥブロブニク。国境を越えてボスニアに入りました。はい、午後4時頃に出て、ちゃんと予約表の通りですね、22時ちょうどに着きました。4時から10時で6時間のバスでした。ぴったりだったからね、逆にすごいよね。ぴったり予約通り、予定通りの時間で着きました。やけどボスニア雨降ってて、キャーってなりながらもね、久しぶりの雨なんでね、ちょっと楽しんでいきたいなと思っているところですよ。なんとなくね、ボスニアめちゃくちゃ発展してて、あれ、アルバニアよりもモンテネグロよりもドゥブロブニクよりも、ちょっとバルカンの中で今来た中で一番発展してんなっていう印象があります。サラエボ、ここってつい20年ぐらい前までもすごい爆撃されて遺恨がすごい残ってるみたいな、戦争を知ってる世代がまだ30代40代50代に全然いるっていう、そういう都市なんですよ。逆にすごい大きな都市になってて、僕は意外ですね。いや、中心街っぽいとこ着くまで20分ぐらい雨の中歩きましたね。びちょびちょやで。なんかボスニアヘルツェゴビナも結構貧しい側の国、物価も安い国って聞いてるからさ、でこの発展用やから、アルバニアティラーナはあのしょぼいっていうか貧しいというか未発展のエリアだったんだなっていうのがよくわかりますね。あと俺風邪ひいたかもしんない。ずっとくしゃみ出てて鼻水ズルズルしてる。ちょっと喉痛い。韓国までに治せばいいんだね、全然いいでしょう。うわ、伝わるかわかんないけど、すっごい日本的、京都的な街並みの部分があるんやけど、もっと旧市街っぽいところ、昔ながらの街並みだしっていうところ来たらさ、なんかすごい日本っぽい。わかる？この日本感、なんか帰ってきた感じして、だいぶ心が癒される。なんとなく安心する街並みしてる。これっていいな、嬉しい、楽しい、幸せ、毎日ありがとう。なんか今できたトルコ人の友達にケバブみたいな、なんかちょっと付き合ってる、チェックインの時に。さあ、ボスニアのホステルにやっと着きました。歩いてね、3、40分でしたね。山に囲まれてるから斜面がね、めっちゃ光っててね、綺麗。ボリビアのラパスみたいに、こうメキシコシティとかもこんな感じなのかな、斜面になってて、その山の上からね、昔ガンガン銃撃があったり大砲で撃ち込まれてたらしいので、そういう歴史のところをね、明日触れられたらいいなと思います。明日は丸一日観光デーなんで、ついにボスニア着きました、やったーって感じで、今日の動画はここまでで終わります。ほなまたねー。